肩こりひどい人、肩こりで簡単に肩こりが改善する方法をちょっと教えますね。で、まあ、まずちょっと解説からになりますけども、よくリンパケアは家ではやってきました。耳たぶ回しやってね。で、耳たぶ回しすると全部後ろ回しなんですね、腕が。で、足はこう前回しですけども、膝から下まで外回しっていろいろ決まりがあるんですけども、なんで前回しなの、後ろ回しなのっていうことの疑問があると思います。で、後ろ回しか前回しかっていうのは皆さんで、ね、検証してみたいと思います。じゃあちょっと立っていただいて、立っていただいて、こうしてこうこうするとね、あんまりこう耳にあんまりつかない。僕でも耳につかない、つかないですね。あ、つきますか。手は外側ですか。そういう手は外側です。外側でグーってやると結構耳から離れてると思います。 OK ですね。で、これで、後ろ回ししてもらいます。で、くるくるくる。肘をくるくるっと、耳からつなげる感じで、くるくるくるって肘から、肘と耳をこうつなげる感じでくるくるくる。回してもらって、ヒュッてやると、さっきよりもつくと思います。よろしいですね。で、また今度くるくるっと前回しするんです。だんだん重くなってきますよね。これ、緊張の方向。ギューって緊張する方向なんですよ。そうするとやると重いんですよ。重いでしょ。全然違いますね。で、また後ろにくるくるくるやってもらうと、ギュッと軽いと。もうちょっと。うん。だからこれ確認するために前回してもらうのはいいんだけど、必ずね、あ、座っていただいて、必ず。前回しを入れてくるのが多い。必ず私は前回しも入れてますみたいな人が非常に多いのと、あと、まあ、前回しをわざと前回しをうちと対抗するためかなんかの前回しなんだみたいなことを言ってるところもあるんですけども、もうやってみれば一目瞭然ですね。こう後ろに軽くやっていただければ